タフクを折ります。まずこちらを三角に折ります。三角に折ります。広げます。こちらの辺を少しだけ内側に折ります。こちらの辺も内側に同じぐらい折ります。こちらの角のところで後ろ側に三角に折ります。こちらの下の角と下の角のところで折ります。戻して後ろ側に折ります。裏返してこちらの角から少し下の部分で内側に折ります。こちらの辺を揃えます。反対側も同じように折ります。角を内側に折ります。裏返してこちらに顔を描きます。こちらで完成です。